ベルカントは、声楽用語の一つ、ベルカントとも表記される。一家に述べるように定義づけの乏しい用語であるが、大体において、イタリアオペラにおけるある、種の理想的な歌唱法を指す。この言葉自体、もともと、美しい歌、歌唱という一般名詞に過ぎず、声楽の特定の様式を表す用語としての書質は、はっきりとしていない。オックスフォードオペラ大辞典では、 ベネツィアで活躍した声楽教師、ニコラ・バッカイが、室内、アリエッタ州で用いたのが最初ではないかとしている。ニューグローブ・オペラ時点では、1858年にパリで聞かれたある会話中、ジョアキーのアントニオ・ロッシーニが、残念なことには、我々のベルカントは失われてしまいましたと発言した、という逸話を引いている。その逸話によれば、ロッシーニにとってのベルカントは、自然で、 美しい声、聖域の皇帝にわたって均質な性質、注意深い訓練によって、高度に華麗な音楽を、苦もなく発声できることにあり、知識として教えられるというよりは、最高のイタリア人歌手の歌唱を聴くことで、初めて吸収、理解しうる、名人芸であるとされていた。また、後年1864年の書簡でロッシーには、イタリアのもたらした。 最も美しい賜物の一つであるベルカントとも述べており、少なくとも彼の意識の上では、ベルカントはイタリア製と結びついていたことは確かである。ロッシーニのこういった短測の背景には、19世紀半ばのイタリアオペラにおける大きな時代変化の波があった。1830年代以降、コロラ・トゥーラなどの歌唱装飾技巧に多くを求めず、 力強い歌唱でドラマを表現することが好まれるようになってきていたのである。1831年初演のベッリーニ、ノルマは、すでに、女主人公ノルマに歌唱装飾だけに頼らず、ドラマティックな商法でドラマを展開することが求められている点で、ロッシーニ以前のオペラよりはやがて来る19世紀王のベルディなどの新進作家のオペラにより、近いということができる。 1829年に初演されたロッシーニ自身の傑作オペラギオームテルでもアルノール役を歌った初演時のテノールアドルフ・ヌーリが高音を美しい統制で歌っていたのに対して1837年にパリオペラ座に殺走と現れた新シ進ンシンテノールジルベール・デュープレは同役で最高音まで全てを胸声で押し通したロッシーニは デュプレの表現方法を大いに剣をしたにもかかわらず、その力強い声にオペラ座の聴衆は熱狂したのだった。現代では、ベルカント・ナルコは、一般的にはその歴史的背景は無視され、美声、声量、技術、表現力を兼ね備えた理想的なイタリア式の声楽発声法、歌唱法といった文脈で用いられるが、 オペラ研究家にとってこの用語は15世紀末から18世紀にかけてイタリアで発達し、19世紀前半のロッシーニオペラでほぼ完成の域に到達した高度な歌唱装飾を伴う声楽歌唱の一様式を示すことが多い。また、ロッシーニの他にドニゼッティやベッリーニなどの19世紀前半のイタリアオペラを特にベルカントオペラと呼ぶことがある。 日本では特に90年代頃からポップスのトレーナーなどにも使用されるようになり一般にも広まったようだがその多くがコーネリウスリードの著書ベルカント商法の解釈を踏襲するものであるボーチェデフィントやメスハギボーチェとベルカント特有の言葉の意味も同様でこれらはリードのベルカントと呼んで分けた方が無難ではある19世紀前半以前のいわゆる ベルカントの時代の発生訓練法は、胸声とファルセットの二つの聖句を融合させるのが最大の特徴であると言われている。呼吸法など中心とした現代の声楽発生法の訓練法とは大きく異なっている。両の聖句はそれぞれ独立したまま鍛え上げられ、その後両者の音色的な統一が図られる。結果として広い音域で無理のない発生となり、 技巧的自由度が大きく消耗しないとされる。また息の効率が良く、長い連続的なフレージングが容易で音量の幅も広いとも言われている。18世紀のカストラートの中には、一息で7分間歌うことができた歌手もいたと伝えられている。もっとも、この時代の人々は、秒針付きの腕時計を携帯しているわけではなく、分野秒といった時間間隔はかなりいい加減であるので、 これをのみにするべきではない、とする主張もある。音色的には丸く、ほっそりとした声であると想像される、という意見もあるが、いずれにしても19世紀前半以前の、ベルカントの時代の歌手の声は、当然ながら録音などは残されてはおらず、現代の我々には、残された資料などをもとに推測することしかできない。歌唱様式としては、バロック時代では、 主に即興による非常に技巧的な装飾が行われるのが特徴で、しばしばそれは歌手が技巧を誇示するために行われた。また作曲家も即興的装飾が行われることを前提に、歌唱部分には簡素な譜面を書いた。この時代の有名な歌手としては、ファリネッリが知られている。また、発声、歌唱の指導者としては、当時やマンチーニが巧妙であった。 18世紀後半にオペラを改革したグルックは作品の内容より歌手の技巧に注目の集まるこのような風潮を嫌って歌手に過度な即興による装飾を禁じた。ロッシーニ、ドニゼッティ、ベッリーニなどの19世紀前半のイタリアオペラでは作曲家自身の手で技巧的なパッセージが書かれるようになる。それらをさらに歌手が 技巧的なバリエーションを加えて演奏した。バロック時代、グルック以降の古典派時代、19世紀前半のイタリア前期ロマン派では、厳密には歌唱様式は異なっており、概念的、美学的な言葉である、ベルカントを厳密な意味での演奏様式として語ることには限界があると言えるが、共通して言えることは、ファルセットと未成との融合によって形作られる発生は、 劇的な力強さや精良には欠けるものの、軽快な運動性に富み、技巧的、装飾的歌唱に向いていたため、そのような技巧的、装飾的な歌唱様式がこの時代を通じて花開いたのであろうと考えられる。19世紀の半ばから後半にかけて、ベルカントが衰退していった背景には、オペラをはじめとした声楽作品が、リアルト・ワーグナーやジュゼッペ・ベルリなどに、 典型的に見られるように、技巧的装飾よりも、より内面的な、劇的で力強い表現を中心としたスタイルに変化していったこと、また常実のデュープレイの活采に見られるように、聴衆の好みも、また時代の変化に伴って、作品と同様の変化を見せたことが挙げられる。また、声楽を伴奏する、還元楽の編成も、演奏される会場の大きさも次第に拡大されていき、 歌手には、ますます巨大な声量と、還元学と渡り合うような劇的で強靭な声が求められるようになった。これに対応するために、従来の未声とファルセットの融合によって生み出される、軽やかな声ではなく、力強い表現の可能な未声を中心とした、発声への転換が促進された。また、吸気によって拡張した胴回りを、 古希の際にも維持して、大角膜の緊張を持続させることで、反射的に正門の閉鎖力を高めようとする、いわゆる、大角膜の支えと呼ばれるような現代性学に、特徴的な呼吸法も、こうした中から生まれてきたと考えられている。しかしながら、ロッシーニが嘆いたように、この、ベルカントは、完全に途絶えてしまったのか、それとも優れた歌い手たちによってその美学的要素は、 何らかの形で受け継がれていったと考えるべきなのかは意見の分かれるところである。例えば、カルーソーやジーリ、またはスレザークやメルヒオールといった19世紀末から20世紀前半に活躍した大歌手たちはベルカントと全く無縁であるのか、また高いテクニックを持つようになった現代の声楽家たちはバロック時代のオペラや ベルカントオペラと呼ばれる19世紀前半のイタリアオペラを流霊に歌いこなすようになったが、彼らの歌唱にベルカント性が全くないと言えるのかは、そもそもベルカントに厳密な定義が存在しない以上、正確に答えるのは困難である。ありがとうございます。